店の中でさ、鮭とか食べたいんだよね。早く大きくなりたいな。ハロー、くまま。どうしたの？ハロー。いやね、早く大きくなりたいなと思ってさ。ははそう。大きい体の、大きいクマに憧れてんだよね。じゃあ今日は大きくなろうか。え？え？何それ？大きくなろうよ。教えて教えて、詳しく教えて。オッケーオッケー。お待たせお待たせ。ほら、これね。アメリカから取り寄せたアメリカのでっかいクマのシリコンモールドです。いいね、大きいね。これを使って新しいクママのボディを作っちゃおう。何、ボディ？新しい体？新しいボディを作って、それにクママの意識を転送しよう。何、そんなことできるんだ、すげー。任せといて。いやー、よかったよかった。これが届いてからさ、早く試したいと思ってたんだよね。どういうこと？新しい体を作るって？そうだよ、体を入れ替えるんだよ。体の入れ替え。一旦落ち着こう。まずは何すんの？まずは、新しい体の元になるグミを溶かしていくんだけど、いちごグミだ。今回はいちごグミとみかんグミ、用意しました。みかんも？いや、実はね、いちごで揃えたかったんだけど、いちごだけだと足りなかったんだよ。だから仕方なくみかんも買ってきたんだ。仕方なくって、そんな、大丈夫なの？いやいや、大丈夫だよ。いちごもみかんも一緒一緒。かわいいね、みかんグミ。かわいい、綺麗な色だ。綺麗だ、いい感じ。さあ混ぜていこう。ちゃんと赤くなってくれるかな。さあ火をつける。ファイヤー。今回は湯煎していくよ。ほら、お湯を沸かして、そのお湯で溶かしていく。さあ溶けるかな。よし、溶けてきた。よしよし、溶けたね。トロトロになったぞ。真っ赤にしたいなら食用色素も入れなきゃね。さあ注ぎ込んでいくよ。よっしゃ、新しいボディよ。いい感じになれ。さあ、クママの新しい大きなボディ、いい感じになってくれ。おー、しよしよしよし。さあ、でかいよ、これは。これは大きいよ。では、冷蔵庫に持っていきましょう。一晩寝かしたら固まるよね。固まったらボディを交換するから。はい、おやすみ。楽しみにしててね。来ましたよ。固まったんじゃないですか。うわー、でかいね。今の大きさの3倍はあるね。でかいね。さあ、ではでは、早く見せてくれ。めくってください。オッケー。5体目出してくれ。じゃあめくっていこう。あ、あららら、ちょっと少なかったかな。グミがちょっと少なかったかもな。いやー、でもめくれる。オッケー、めくっていくよ。でも、ちょっと薄かったけど、めくれるぞ。あー、こんな感じか。あー、なるほどね。ちょっとふにゃついてるけど、まあでかいね。ふにゃふにゃくまま。でも大きい。大きいね。で、どうやってボディ交換すんの？これ使います。USB ケーブル？はい、そうです。こんなの使うの？これを頭に刺します。痛くない痛くない痛くないから。ほんとに？大丈夫大丈夫。ほんとに？まあ、まあいっか。はい、よっしゃ、やっちゃう。オッケー、新しいボディしてください。任せなさい。お願いします。じゃあ行きますよ。ちょっとチクッとしますからね。はい、はい、どうぞ。よいしょ、よいしょ、痛い気持ち。はい、オッケー。では反対側をこの大きなボディにぶっ刺します。そうしよう。オッケー。それじゃあ心の準備はいいかな。ちょっと緊張してるけど大丈夫だ。よし、じゃあ転送始めるぞ。お願い。転送開始。ほにゃ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 。できた。どうだ。おお、足。ここはどこ？ここはどこ？私は誰？クママだよ。成功だよ。成功した。新しい体に生きたのか。おめでとう。おめでとう。大きくなったね。ちょっとお出かけしてくるわ。いってらっしゃい。
わあ、忙しい忙しい忙しい。こんにちは。え、あ、こんにちは。いい天気ですね。え、あ、まあそうですね。僕って大きいですか。え、あ、大きいんじゃないですか。大きいと思いますよ。はい、さよならさよなら。いいの？うん、もう反応したから戻して。あ、ほんと、わかった、じゃあ戻すよ。お願いします。あー、戻った。いや、やっぱりいつもの体が落ち着くわ。うん、そうか。ちょっと待って、ちょっと頭のこれ。はい、じゃあ、はい、いいや、じゃあもう一回遊んでくるわ。あら、じゃあね、行きます。おー、はいはい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。おー、行っちゃった。いや、新しいボディあんまり好きじゃなかったのかな。うん、よいしょ。ハロー YouTube、 今からこの赤いクマちゃん組と動画撮っていきます。ここに置いて、よいしょ、おっと。さあ、お待ちにかけます。ワン、ツー、スリー。いや、クママって言います。よろしくね。ほい、手のひら、今日何する？今日はね、スペシャルなクママチョコレート作るよ。おお、俺のチョコレートか、いいね。任せとき。使うのはこのミントグリーンのシリコンの型。俺にそっくりじゃねえか。いいね。それからチョコ8枚。とってもカラフルマーブルチョコも。これは使わないけど買っちゃった。使わないの買っちゃったの？まずはチョコを開封していくよ。たくさんあるよ。いい匂い。じゃん、ドドリーン、これ面白い。もう一回やろうっと。よいしょ、イエーイ。ほらほら、ここはチョコを溶かす場所です。お湯を使ってゆっくり溶かしていきますよ。あ、溶けてきた。おー、美味しそう、トロトロのチョコレート。適当に買ったけど量はちょうどよかったな。バレながら天才。チョコが固まるまでちょっと暇だね。暇。見て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 、ほら、暇すぎて頭でジャンプできるようになったよ。クママさん、ほら、これ開けてみましょうか。いらないけど、買ったやつ。お札チョコレートだって。おお。面白いね。うわー、こんだけお金があったら何しようかな、何するかな。とりあえず欲しいゲームを買って、それから飛び込む。飛び込む。飛び込んでお金まみれになっちゃうんだよね。はい、動画をご覧の皆さん、あちらのクママさんにこちらのバズーカでドッキリを仕掛けたいと思います。この豆まきバズーカはもう節分が終わってね、もう使えないので、賞味期限も切れてるので、ほら、中に福豆が入っていて、なんか、どうやらぶっ飛ばせるらしいんで、これをクママさんに当てちゃいたいと思います。何何？なんだよ。何すんだよ。まあ、目をつぶっていてください。目をつぶっていてください。いいですか？いいですね。はい、グミをここにしっかり詰め込んで、グミです。グミをぶち当てたいと思います。さあ、行きますよ。ぶち当てる？お前ね、何なんだよそれ。お前何向けてんだよこっちに。おい、やめろやめろやめろ。なあ、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 思ったよりも威力が強かったですね。ごめんなさい、クママさん。はあ、体がおい、俺の体がひえ、びっくりしたけど面白かった。そうなんです、クママさんはどんなに壊れても元に戻るんです。いい体だな、本当に便利な体だぜ。クママ最強。はい、遊んでる間にチョコが固まりましたよ。おお、どれどれ、触ってみよう。コン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 。お、硬い。プリントめくります。よいしょ、じゃじゃーん。おお、そっくり、クリソツだ、クリソツ、クママにクリソツだ。ね、これで終わりじゃないんです。もっとスペシャルにしていきますよ。おお、すげえ。さあさあ、ここに取り出しますからはマーブルチョコレート。こちらをシャカシャカしてマジナにかけます。するとほにゃにゃにゃ。おお、これはカラフルスペシャルだ。すげえぜ、手のひら、なんでもできるじゃねえかおめえさん。おお、すげえすげえすげえ、こいつはスペシャルだ。うわー、いいねー、クママチョコスペシャルだ。クママチョコの出来上がりだ。
美味しそう美味しそう、食べたい食べたい、友達にもなりたいけど、うん食べたい。喜んでもらえてよかった、満足。では溶けちゃうとダメだから、冷蔵庫に寝かせよっか。よいしょ。俺も一緒に寝ちゃうもんね。おやすみ。あ、大事なことを忘れてた。チャンネル登録してね。それじゃまた。バイ。グッドボタンもよろしく。ハロー YouTube、 今日はこのおもちゃの雲でくままにドッキリを仕掛けちゃいたいと思います。準備 OK。 さあそこでお昼寝しているくままのところへ行け。くそっぱい。あれ、なかなか起きないな。くそっぱいってば、なかなか起きないぞ。くそっぱいってば、完全に参りました。もうお手上げです。もうお手上げ、参りました、参りました。ドッキリ大成功大成功、ドッキリでした。ナイスリアクション、ありがとうね。いいのが取れたよ、さすがクママ。いいね。おい、こら、おい、なんだよ。またもう、そんなに、そんなにプンプンしなくてもいいじゃんか、クママ。動画撮ってたんだしよ、みんな喜んでくれるんだしさ。そんなにふてくされなくたっていいのによ。怒りすぎだよ。まあまあまあ、落ち着いて落ち着いて落ち着いてって、もう落ち着こうよ。あ、いい、いいもんだ。そうだ、これ見てみて、ほら丸いもの、いいもの、これ、いや、おまじないかけるから、ちょっと見てね。ほら、ボールコチョ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 ってやるとすごいよ。見てて見てて、いくよ。んー、にょん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 、ぱいーん。ほら、すげーだろ、すごいでしょね。ほら、これいいだろ。これ今流行りのストレス解消グッズなんだよ。これプッシュポップって呼んで、めちゃめちゃ流行ってるんだからね。触らせて、触らせて、いいよいいよ、触ってごらん。ほら、触りたい。こうやって押すの。そう、ポンって言うから、ポンって言うんだけど。全然押せないよ。ああ、そうか。やばい、泣かないで、泣かないで、泣かないで。ほれ、こんなのもある。これ開けてみよう。これ、ほら、見て見て見て。これ、見たことあるでしょ、これ。チャイーン、チャイーン、チャイーン回るの、くる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 。こうやってプッシュポップ、プッシュポップとハンドスピナー合体させたみたいなおもちゃなんで、これもいいストレス解消になるよ。こうやって回して、気持ちいい。いい感じ。触りたい触りたい、触らして触らして。うん、癖になるよこれ、ほら。どれどれ。ほら。よいしょ。よいしょ。よしよし。お、ダメだ。頑張れ。オッケー。できたー。いいね。やった。え、できた。いいよいいよ、もう一回。よいしょ。おい。できた。よいしょ。おい。オッケー。よいしょ。ナイスー。できたー。プッシュパップ最高。プッシュポップ最高。 OK、 今日はこのプッシュポップを使ってスペシャルなアメちゃん作っていくからね。あー、アメちゃん大好きだよ、いいだろ、クママが大好きなアメちゃんだよ。うん、ハサミを使ってチョキチョキチョキン、チョキンやっていきます。ハサミを使って切るんだね。ハサミを使うときは指を切らないように気をつけてね。わー、この後どうすんの。台所に来ました。まずは手洗いだ、手洗い。洗います。あー、これを洗うのか。そうだね、きれいに除菌しましょう。今見て、イエーイ。グラニュー糖です。 200g 使います。もうちょい、もうちょい、ストップ。ごめん、もう我慢できないわ。あー、何やってんの。おい、何やってんの、クママ。気持ちいい。おーい、やめなさい。気持ちよかった。水も使うよ。なんか飴を作るときは砂糖と水の割合を4対1にするといいらしいよ。温度も大事なんだって。150度ぐらいまで上げるといいんだって。あ、150度なってるよ。150度なってる、なってる、なってる。あ、ほんとだ。よし、じゃあ火を止めよう、火を止めよう。あーちゃー、やっちまったー。真っ黒になっちゃったよこれ。
温度上げすぎた、熱しすぎた。失敗だな。あらららら、ごめんちゃい、ごめんちゃい。気を取り直してもう一回やってみようや。ねえ。オッケー。今度こそ上手に作るぞ。温度をしっかり見てれば大丈夫だよ。そうだね、次は気をつけるよ。100度になった。お。あ、それからこれ使うんだよね。うん。色つけるやつ。そうそう。食べても大丈夫な色つけるやつ。綺麗だよね。いろんな色があるね。綺麗綺麗。これと同じ色を用意したのか。お、やべ、150になってるじゃん。やべ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 。止めろ止めろ、火を止めろ。よし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 。オッケーオッケー、今度こそ大丈夫。150度になりました。よーし。あちあち、やけどしないように気をつけろ。やけどしないように気をつけて。注ぎ込んでいく。注ぎ込んでいく。適当だったけどもちょうどいい量だ。我ながら天才。適当高い。適当高い。色をつけていくぜ。赤いやつ。まずは一番上。赤いやつをペロペロ。オレンジのやつ。オレンジのやつをペロペロ。そして緑も使っちゃう。ああ、なんか色ちょっとつけすぎた感じするけど。棒がちゃんと入らない。やべ。あ、棒がやべ。棒が全然入ってくれねえ。ああ、やべ。遠い。ああ、遠い。やば。ヘイクママ、できたよ。固まったよ。うん。固まった固まった。いいけど、うん、ちょっと心配だな。めくってみよう。うん、きっといい感じにできてるはず。心配だな。そう信じてる。私はそう信じてる。ららそう信じてる。そう信じてる。ほら。あー、やっちゃったねこれ。いい感じじゃん。やっちゃったねこれ。いい感じいい感じ。色付けすぎた。素敵なアメちゃんができてるよ。味はどうかな？ペロ。味は。うん。普通。おい。味は普通でした。おい。味は普通のアメちゃんでーす。普通とか言うなよ。まだまだこれで終わりじゃないから、おまじないかけちゃうから。ほにゃ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 ふにゃにゃにゃんーぽん。ほれー、どうだ。くままの大好きな風船でございますよ。びっくりした。あー、よかったよかった、喜んでもらえて。うん、いいねこの風船。この風船でもう一回昼寝しようかな。うん、ボインボインする風船で昼寝しよう。そうしよう。うん、最後のいたずらしちゃいましょうかね。風船を。任せとき。よしよし、オッケーオッケー。順調順調。よし行くぞ。おや、これおや。ちょっとこの人たち怪しい。怪しいぞ。うわあ、来る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 な来るな。あっち行け、あっち行け、あっち行け。あーあー、やられたー、負けたー。ハロー、くまま、どうしたの？どうしたの、どうしたの？おー、手のひら、ゲームで負けちゃってよ。もう嫌な気持ちなんだ。もう嫌な気持ち、嫌な気持ち。なんだ、そういうことなら任しとき。ちょっとどいて、ちょっとどいて。え、うん、うん、行くぞー。にゃ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 。ほいやっさー。ほら、どうだい、綺麗になった、すっきりしたでしょ。おい、おい、なんてことしてくれんだよ。お、なんで？おい、僕の iPad、 僕の誕生日から iPad、 間違えた。あ、間違えた。あ、ごめんごめん、ほら、ボールで遊ぼうぜ、ボールで。おい、ボールなんかいらないよ、ボールなんかいらない。お、そう？遊ばない。じゃあ変えよう。にょ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 、ん？変わらない。なんでだよ、変えてくれよ。オッケー、変えますよ。おれ、アモングアス、アモングアスの人形じゃ。ねえ、似てるでしょ。かわいい。いいよね、これ、かわいいよね。いいね、これ。え、うん、いいよ、いいよ。わ、スベスベしてる。スベスベしてる？スベスベしてる？これ。あ、スベスベしてるね。え、どうしようかな。オッケー、じゃあ、プッシュポップと合わせてもっと面白いものにしよう。ここに寝かせて、ふにゃ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 、ポン！あ、プッシュポップになった。いいね。押してみよう、押してみよう。押して押して。できてるね。気持ちいい。
喜んでもらえてよかった。今日はこのプシュポップを使ってスペシャルなチョコレートを作っていくからね。まずはいらないところを切っていくよ。ハサミを使うときは気をつけてね。この後洗うんだよな。そうそう。よーし、持っていく持っていく。綺麗に洗ったらこいつにチョコレートを流し込むよ。あ、今日はホワイトチョコなんだ。やったー。よし、準備完了だ。それでは綺麗に洗ったこの方に M&M's、 色がめちゃめちゃ綺麗なこのチョコレートを並べていく。あ、なんかパズルみたいで面白そう。そうだね。うん、いいね。青と、よし、これもよし、これもよし、これもよし。オッケー、できたー。いい感じー。こっちもホワイトチョコ切れました。よし、お湯を沸かすと。あれ、クマもどこ行った？もういいよ。クママ、おい、どこ行った？もういいよ。ここか。もしもし、クママさん。いたー。クママは本当に面白いやつだな。さて、チョコをお湯で溶かしていくよ。火傷しないように気をつけながらね。あ、溶けてきた、溶けてきた、溶けてきた。わー、うまそう、うまそう。さて、いよいよこの時です。お楽しみタイム。とろりとろとろ癒される。よし、いい感じにできた。さ、冷やして待つぞ。はい、3時間ぐらい待ったね。もうできたね。任しとき、任しとき。よし、めくっていくぞ。慎重にね。ちょうどいい感じにお腹すいてるよ。ここでね、ペロッとポキッと折れちゃったらもうダメだから。匂いがしてるよ。早く。慌てなさんな、慌てなさんな。おー、見えた見えた。いい感じじゃん、いい感じじゃん。カラフルじゃん。よしよしよし、いい感じ。いい感じ。あ、やばい、これはダメだ、失敗だ。失敗した。これやばい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 。これ見て、ほら、3つ白くなっちゃってるし、黄色取れちゃってるし。あー、やっちゃったよ。これせっかくカラフルチョコ作りたかったのに、くっそー、やっちゃったよ。まじないかけるしかねえ。もうこれまじないかけるしかねえわ。これまじないかけちゃう。にゃん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 、やばい。あっしゃい、カラフルになりました。ついでにね、白も入れちゃったりして、かわいいね。オッケー、これで7色が揃いました。いや、さっきのは失敗作だから、失敗作だから。いやいや、こっちの方がいいって。カラフル可愛いじゃん。マジか、マジですか、マジか、マジですか。いやー、これでね、今日もカラフルな一日になったね。うん、満足満足。あー、思い出した。やべ、おい、俺の iPad は？え、俺の iPad どうした？そういえば、あ、マジかー。はぁ、カラフルヒーハレー。そう、カラフルヒーハレー。トン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 、うん、クママさん、あ、iPad、 ごめんね。ありがとう、戻してくれてありがとう。あー、なんか今日は大変な一日だったな。プシュポップは楽しかったけどね。チャンネル登録よろしくね。また見に来てね。ありがとうね。ハロー YouTube、 今日は恐竜型のプシュポップで遊びます。行ってみよう。いい感じ、いい感じ、いい感じのこの感触。うん、できた。もう一個あった。イエーイ。お、お、いいね。うまま来たかい。恐竜型のプシュポップじゃん。そうそう。してる。いいだろう。こいつで遊ぼうぜ、今日。うん、ちょうど今誘おうと思ってたとこだったよ。あ、そうだったんだ。よし、じゃあプシュポップバトルしよう。うん、どっちが早くプチプチできるか勝負だ。いいね。負けないぞ。イエーイ。最初は私、クママのターン。行くぞ。レディーゴー。おりゃー、おりゃ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 、早い早い、おりゃおりゃおりゃ、おりゃおりゃ、できたー。いい感じ。すごい。よし、じゃあ頑張るぞ。いくよ、よーい、スタート。はいはいはい、あれ、はいはいはい、遅いぞ、あれ、はい、あれ、遅くない？おい、あた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 、できた。遅いよ。遅かったか。さて、それでは恐竜さんの手術を始めたいと思います。はい、先生、ハサミを持ってきました。はい、ありがとう。これはよく切れるハサミです。それではこのハサミを使って恐竜さんのいらないところをカットしていきたいと思います。お願いします。それではいきます。まずは
ここの赤いところです。これはいらないです。この部分はいらないので切ってきます。先生、どうしてその部分はいらないんですか？いい質問です、くままさん。私たちはこれからこの恐竜さんを使ってチョコレートを作るのです。だからこの部分がいらないのです。わかりましたか？なるほど。このプッシュポップを型にしてチョコレートを作るんですね。わかりました、先生。そうです。頑張りましょう、くままさん。はい、いらない。ここはいらない。おや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 、はあ、この恐竜の歯のところは少し切るのが難しそうですね。あ、本当だ。しかし私はハサミを使うのがとっても上手なので、こんなところでも上手にハサミを使って切っていきたいと思います。お願いします、先生。はい、この細かいところを先っぽで直近。あれ、できないできない。うん、手で取ります。手で取ります。はい、手で取りました。手で取りました。はい、いい感じ。うん、こんなもんでいいでしょう。はい、さあできました。よし、最後のところを切って、うん、これで手術終了です。お疲れ様でした。大成功。お疲れ様でした。おーい、手のひら。お、こんないいもの見つけて買ってきたぞ。なになになに、ほら見てくれ、これはチョコレートです。おー、袋に入ったまま溶かすことができる。わー、これいいだろ。便利だろ。便利かもしれない。ありがとうね。うん、うん、試してみよう。うん、さあ綺麗にしてからチョコを流し込むよ。おーい、この皿の上に乗っけてくれ。いいね、よし、オッケー。ではでは始めていきましょう。 M&M's 開封。このチョコ大好き。さあ、このカラフルなチョコレートを並べていくんだけど、この M って書いてあるでしょ、うん、この M って書いてあるのが上に来るように綺麗に並べていくつもりです。なぜならこの M って書いてある方の裏側がとっても綺麗だからです。ああ、そうか、そうか。あ、緊急事態発生、緊急事態発生。この黄色の M&M's の方が、うん、なんとなんとこのナッツが入ってる方がでかすぎました。うん、ちょっとでかすぎました。予定よりでかい。うん、予定よりでかい、予定よりでかい。これは後で食べちゃいます。後で食べちゃう。え、いいな、もらっちゃう。これ夏になって好きだから、もらっちゃおう。え、今食べちゃうの？え、今食べちゃうの？おいおいおい、食いしん坊。はい、赤は赤のところに置いて、青は青のところに置くと。よし、あー、しまった、しまった。色が全然足りない。これはまずい、これはまずいよ。このね、黄色1個しかないんだけど、これもねでかいんだよな。ナッツ入り、うん、うまそう、うまそう。しかし使えない。あー、困ったよ。どうしよう、くまま。いやいやいや、マジで使うしかねえか。あ、そうか、そうしよう。はにょにょにょ、ぽい、できた。便利だな、便利だな。なんで気づかなかったんだろう。さて、ではチョコレート溶かしていきますか。いきましょう。中を割ってから鍋にドーン。どれぐらいで溶けるかな。すぐ溶けるんじゃないかな。さあ、いけ。熱湯を入れていく。うわ、もくもくが来た、もくもくが来た。おい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 、おや、なんかもう溶けてる感じするな。ちょっと見てみるか。よし、どうかな。お、おお、うお、ビヨビヨになってる。溶けてる感じする。うお、ビヨビヨだ。よっしゃ、溶けてる。一瞬で溶けたぞ。クママ、あれ、え、どうした、どうした、どこだ、どうした、クママ、どこだい、どこ行った、ここ、え、どこだ、どこだ、え、これ、あ、なにこれ、え、恐竜、どうした、なんで、どうした、え、え、そこそこ、電話になっちゃった、ごめん。あ、いた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 。おい、どうしたの。いや、これかぶって脅かそうと思ったら頭引っかかって出れなくなっちゃってさ。え、なんだそれ。よし、じゃあ注いでいくよ。もう溶けてるからね、チョコレート。いい感じに溶けてるから。いきますよ。うに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 。いいね、いい感じに溶けてる。ちょっと舐めさせてね、ちょっとだけ舐めさせて。いいよ、ほら。うん、甘くてうまい。さて、最後の仕上げです。これをきれいに注ぎ込むことが大事なのです。いい感じになりそうな予感。冷蔵庫に入れちゃいます。楽しみ。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい、恐竜チョコさん、いらっしゃい。冷蔵庫から出てきました。待ってたよ。はい、うん、あ、さあどうでしょう。めくってめくって、うん、なんか良さそう。固まってますね。いきます、めくります。さて、
よいしょ。どうだ。おー、大成功だ。やったー、大成功だ。カラフルで恐竜でチョコレート、恐竜チョコ、大成功です。やっほー、やったね。やったね。ガオ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 、グッドボタンもよろしく。いくよ。またね。おい、どうしたの、グママ。どうしたの、なんで泣いてるの。また悔しいことがあったのかな。聞いてくれ、違うんだ、うん、違うんだ。え、今回は勝ったんだよ、勝ったの。え、おー、99回負けて3回目でやっと勝ったんだよ、うん、そうだったんだ。勝ったんだよ。嬉しくて、もう嬉しくて涙が出てるんだよ。泣いちゃうほど嬉しかったんだね、うん、よかったよかった。そう、おめでとう。そう、ありがとう、うん、よし、じゃあ今日の動画はくままのお祝いだ、うん、ピザでお祝いしよう。ちょうどピザの生地があるからさ、嬉しい。今から準備するからちょっと待ってて、うん。お待たせ、準備できたよ。よし、今日も楽しみだ。はい、もちもちのピザ生地です。待ってました。やっほー、うん、もちほらほら、うん、何やってんの。そんなことしてたらね、ピザと一緒に焼いちゃうからね。そいつは勘弁しておくれ。今日作るのはアモングアスのピザ。わお、気が利いてる、うん、これ見ながら作るから。最高じゃん、ありがとう。まずはピザソース。でかいの買っちゃった。すごく大きいね。これを開封。手を切らないように気をつけて。わあ、うまそう。よし、ではでは、これをまずは塗っていくんだけど。おっとっと、大丈夫、気をつけて。まずちょうどいいぐらいのせよ。気をつけない、出過ぎちゃったよ。出過ぎた、出過ぎちゃった。あっちゃった、出過ぎちゃった。言わんこっちゃないよ、言わんこっちゃないよ、ほら。まあまあ大丈夫大丈夫、うん、ちょっと多かった分はスプーンですくえば大丈夫なのさ。よし、これでいい。次はどうする？はい、マヨネーズ。マヨネーズでこれを見ながら描いていきます。絵を描いていく。フリーハンド？わー、おっとっと、直感でいきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、さい、よいしょ。目のとこも、よいよい、どうだ、これでどうですか。下手くそ、下手くそ、どうだ、マジか。やり直すわ、じゃあやり直します。にょむ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 にょ、今度はゆっくり慎重に。ゆっくりやれば大丈夫、うん、やれるよ。実は私は絵がうまいんですよ。慎重に、ゆっくりやればこんな通りですよ。いけるいける。さあ、背中の部分もこんな通りです。そして最後はここですよ。いい感じに、どうですか。素晴らしい。ははは。はい、ピザといえばサラミ、うん。サラミを並べていきます。うん、うまそう。よいしょ。どうですか。いいね、うまそうだぞ。目のとこにはチーズをどっさー乗っけていくよ。チーズ大好きだよ。パプリカも使っちゃいます。わー、早く食べたい食べたい。いい感じなんじゃないですか。早く食べたい。焼こう。はい、今オーブンが温まるの待ってます。うん、ピザを焼くときは余熱が大事らしいからね。さあ焼きますよ。レッツゴー。いってらっしゃい。250度で6分半。よーし、楽しみ、楽しみだね。あ、うん、チーズが溶けてってるの見えるよ。ほんとだ。匂いがしてるよ、匂いがしてる。ただー、うまそうじゃん。うん、いい感じだよね。うん、グオグオ、食べよう食べよう。よっしゃ、わー、全揃いじゃん。ずらっと並べてみました。全揃い。ねえねえねえ、いいこと思いついたからさ、俺に切らせて。おー、いいよいいよ。面白い形に切り抜いてみまし
スター。なるほど。どう？いいじゃん。顔が素晴らしくない？うん。似てる。いいじゃん。こっち側が自分たち食べる用で、うん、こっち側はお客様用。なんだよそれ。お客様用綺麗だね。よし乾杯しよう。飲み物はこれだ。クマはどっちにする？クマかカンガルー。そんなん決まってんじゃんか。クマです。クマクマクマ。オッケー、じゃあ俺がカンガルー。うぅ、ハチミツソーダだって。うまそうじゃん。わあ、いいね。いいね。こっちはジンジャーエールだ。それでは乾杯。どう？いけるいける。おー、よかった。いける、うまいよ。よかった、喜んでもらえてよかった。なんだか今日はただただハッピーな一日だったな。うん、お腹も満たされて最高ハッピー。チャンネル登録よろしくね。またこんな動画撮りたいな。幸せハッピーだい。またね。ママどうしたの？ヤホヤホってのじゃ、ここにさピザ生地余ってるじゃないか、何かおかしなことできないかな。おかしなこと？お菓子でピザを作るとか。おお、いいねいいねいいね。面白そうだよね。よし、それじゃあ今日はクママ特製お菓子ピザ作りにしよう。イエーイ。よーし、張り切っていってみよう。はい、ピザソース持ってきたよ。ノン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 、普通すぎ普通すぎ。そんなんじゃ普通すぎだよ。そう？クママ特製のやつはこれ使います。よいしょよいしょ。いちごジャム。いいじゃんいいじゃん。甘いピザになるのかな。その通り、世界で一番甘いピザを作っちゃうから。いいアイディアだと思うよ。だろう。他にも使いたいものがある。なんだろう。これこれこれ、見て見て、ほら、あ、グミ部屋だ、うん、このグミ部屋可愛いね。なんか手つないでるし。この子たちはね、片方甘くて片方酸っぱいの。へえ、そうなんだ。美味しいよ。いいね。まだ使いたいものあるから、これこれこれ。なんだろう。お、なんだこれ。食べるとベロの色が変わるグミ。へえ、食べてみよう。青になるのかな。うん、あ、美味しい。ほらほら、まだまだグミ使うから、これも使え。あ、面白そうな形のやつがある。まだ食べちゃダメだよ。え、食べちゃダメ？そんなこと言われてもな。食べたくなっちゃうよ、こんなの目の前にしたらさ。うん、美味しいね、これは。うまいね。こっちはどうだ、酸っぱいやつかな、これ。うん、酸っぱい。うん、酸っぱい酸っぱい酸っぱい。あ、食べてる。食べないでよ、これから使うんだからさ。ごめんよ、ごめんよ、ついつい。これはまだ誰もピザに入れたことないと思う。あ、これガムじゃん。ガム入れちゃうの？すごいアイデアでしょ。とんでもないピザが出来上がりそうだね。まだまだあるから、これ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 、重いぞ。よいしょ。これは綿菓子作る時のザラメじゃん。そうなんだ、へー、知らなかった。ここまで来たらチョコも入れちゃおうよ、チョコ。チョコ？それはいいアイデアだ、素晴らしい。ありがとうございます。準備完了。世界一甘いピザを作っていこう。まずはジャムを塗る。よいしょ、もう全部使っちゃおう、全部使っちゃうもんね。下地はオッケー。次はこれをお願いします。オッケー、本当に入れちゃうからね。もっと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 、もっと。おー、大丈夫。いけいけ、大丈夫大丈夫、もっともっと大胆に。いくよ。どっさりどっさり、どっさりどっさり。本当にすごい。こんな感じかな。このグミ部屋はどう使うの？これはね、手をつないでるでしょ？うん。この形を使って芸術的に並べていく。え？どんな風に並べるの？世界平和をイメージして、全員が手をつないでるみたいに並べて。え？どうやんの？え？こう、これでいい？え？こんな感じ？そうそうそう、これでいい。素晴らしいよ。全員が手をつないでるように並べる。できた。うん、いい感じ。輪っかはこれでいい？うんうん。これでいい？あれ違う、青じゃない、青じゃないかも。そこ、オッケーオッケーオッケー、青じゃない、赤かも。これは赤がいい、赤にして。こっちね。うん、そうそう、それ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 。はい、よっ。あ、いいねいいねいいね。あ、いい感じいい感じ。だんだん綺麗になってきたね。チョコを乗せたらガムいっちゃえ。わお、ゴージャスな感じ。いいね。
ね。よしオッケーオッケー、グミオッケー、チョコオッケー、そしてガムもオッケー。よしよしよし、うん、並び方もうんバッチリだね。よし最終チェックだ、最終チェック。あれクママ、え、それは何のチェックしてるの？寝心地チェック。え、寝心地、ピザにそんなの必要あるの？え、必要だよ、必要。何それ、寝心地良くないとやっぱり。そこにいたらクママも一緒に食べちゃうよ。それはやめてくれこれで完成だね。まだだよ、え、焼かないと。え、これでも焼いたら溶けちゃうんじゃない全部？うん、大丈夫だって。大丈夫、焼かない方がいいよ。焼いた方がいいよ。ピザなんだ。これ焼いたら全部溶けちゃうって。いや大丈夫だって、このまま食べようよ。大丈夫大丈夫、焼かなきゃピザじゃないよ。まあ確かに、うん、わかった、焼こうじゃ。焼こう。どうなっても知らないからね。オーブンで焼くぞ、うん、楽しみ。まあでも楽しみではある。どうなるんだろう。最高のピザになるよ。あーほら見て、溶け出しちゃったよグミ。あーらららららら、ら、まあこうなることは分かってたけどね。チョコは大丈夫かな。うわグミが、うわーすごい速さで溶けてる。あーでもちょっと綺麗だな、ちょっと綺麗だな、うん、わー溶けてる溶けてる。うわっ、くつくつ言い出した。うわすごい、うすごい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 、焦げてんじゃん。わあ完成だね。これはおかしなピザだね。見たことないよこれ、すごい。おかしなピザとか言わないで。すごいなこれ。こんな感じで分かったんだけど。ここ何これ。ここ硬いんじゃない？カチコチになってるよ。世界平和だったとこだよ。うわあ見たことない。わあガムは大丈夫だったね。うわすごいなこれ。世界平和のグミが。見たことないピザができたね。世界平和のグミちゃんたちが。これぞおかしなピザだね。さあ気になるお味の方を見ていきましょうか、うん、食べてくれるの？ありがとう。絶対甘いけどねこれ、うん、めちゃくちゃ甘いんじゃないかなこれ。世界一甘いピザを作ったからね。さあ食べてみよう。食べてみて食べてみて。いただきます。どうぞどうぞ。あさあどうですか、うん、どうですか、うん、めちゃくちゃ甘い。甘いですか？甘い甘い甘いです。甘すぎる、甘すぎるよこれ。ああ甘すぎて、おい、ちょっと甘すぎるから辛いもの入れてちょうどよくしよう。タバスコ入れてみよう、うん、たっぷりかけようタバスコを。これでちょうどよくなるんじゃない、うん、ちょうどよくなった状態でクマモを食べればいいよ。ものすごいいっぱいタバスコかけるから、ものすごいかければ多分ちょうどよくなって美味しいピザになってるんじゃないかな。ほら、うん、多分大丈夫これで。クマモどうぞ、ほらどうぞ、うん、もう一度俺も食べてみよう。甘いのか辛いのか、うんうんうん、うん、辛かったね。あー面白かった、今日の動画も面白かった。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしく。またねー。あー辛かった、あー辛かった。わーコン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 、おーいくママ、いいものもらったから動画でも撮ろうぜ。おー入ってるよ、入って入って。おーす、おーす、おーす。何？何もらったのよ、見せてよ、気になる、うん、見せるよ、見せるよ、おいでおいで、出ておいで。行く行く。わー楽しみ、何何、今日は何、何もらったの？今日はね、お隣さんにこんなのもらっちゃいました。レゴのシリコンゴールドです。うん、なんだっけこれ。これはあれだよ、お菓子を作る時の型。あこれにいろいろグミ液とか入れてグミ作ったり、うん、チョコ作ったりできるんだよ、うん、いいね、うん、分かった。グミはどう？グミ、ジュースを使ったグミ良さそうじゃない？グミいいね、グミ作りたい。じゃあレゴだからパイナップル色かな、どうかな。グレープフルーツもいいんじゃないかな。どうかな、中身見てみないとやっぱり色わかんないね。開けてみよう、コップ持ってきた。よし、じゃあこれ開けて比べて良さそうな色にしよう。最初はグレープフルーツミックスだね。お、あんまり黄色じゃないんだね。次はオレンジジュース。これいつも飲んでる、うん、オレンジジュースの色だ。最後はパイナップル。あー黄色じゃない、オレンジジュースが一番レゴの色に近いかも。
いいと思う。そうしよう。使わないジュースは美味しくいただきます。めー。さあ、じゃあグミ作っていこう。レンジに入れても大丈夫なボウルにジュースを入れるよ。残りも全部入れちゃいます。よいしょ。オッケー。次に水飴を入れるといいんだって。大さじ3杯ぐらい入れるとグミみたいになるんだってよ。なんかトロトロしてて美味しそうだね。ちょうだいちょうだい。いいよ。舐めさせて。いいよ。ほら。はい、入っちゃった。水飴をジュースに溶かしたら電子レンジに入れて温めるよ。500ワットで40秒。はい、温め完了。次にゼラチンです。クックゼラチン、今日はこれ使います。残ってた分全部入れてみます。ジュースに入れて溶かします。かき混ぜで落とします。よいしょよいしょ、はいはいはい、よいしょよいしょ、はいはいはい、できました。ねえ、これ使ってみようよ。いいね、いいね、いいね。よし、じゃあこの注射器みたいなやつにグミの液を入れていきたい。入れていき、硬い硬いぞ。入れていきたいんだけど硬い硬い、めっちゃ硬いんだけど。うん、きた。はぁ、取れちゃった取れちゃった取れちゃった。どうまいどうまい。普通に入れようか。そうだね。さあ注ぎ込んでいく。うまいことレゴの形になってくれるといいんだけどね。あ、結構余ったね、うん、これもこのままグミにしちゃおうか。あ、いいね。冷蔵庫で2時間ぐらい冷やします。よし、固まるまで遊ぼう。そうしよう。まじないになんか出してよ、まじないでさ。このボールをさ、まじないになんかに変えてくれよ、頼むわ。何かって言われてもな、どうしよう。わかった。よし、やってみよう。トリア、せーの。やったー、すげえすげー。開けてみるぞ、玉でゴー。わー、すごい開け方だね。ゴリラが入ってる。ゴリラの人形とカボチャが入ってたね。変な組み合わせ。ゴリラの方リアルだな。うん。あ、なんかカボチャの方中に入ってるよ。おお、すごい、おまけがある。やったね。なにこれ、骸骨じゃん。骸骨に足がついてるよ。かわいいね。開けて開けて。どれどれ。あ、ねじ巻き式だ。へー、なんだ、動くのかな。そうかもね。よし、巻いてみよう。よっしゃよっしゃ、いけ。やった、動いた。かわいい。かわいいね。タダイマよりゴリラ対骸骨さんのバトルを始めたいと思います。骸骨さんはゴリラさんを倒すことができるのか。よーい、始め。冷蔵庫から持ってきたよ。来た。固まってるかな。おー、固まってそう。いいね、うん、こっちも固まってんじゃん、うん、こっちから開けてみよう。よっしゃ、どうだ。固まってるね。うん、プルプル。よし、じゃあ剥がしていくよ、うん、さあ、うまくいってるのか。多分大丈夫だ、多分大丈夫。今日の瞬間です。うん、プニプニしてる。さあ、取れるのか。おや、おやおや、すぐには取れてくれないね。うん、プニプニ。おおお、ほらほら、大丈夫か。大丈夫か。ゆっくりやっていこう、うん、さあ1個目。あーあーあーダメだ、1個目失敗。1個目失敗。これじゃ何とか言えないね。さあ2個目。んー、2個目もちょっと残念な感じ。ちょっと残念な感じだね。3個目4個目。んー、ダメだー、ダメだよー。何でいけなかったんだろうな。最後の1個、これどうなのかな。ゆっくり剥がしていきます。どうでしょう。あー、なんとかなんとか形を保ってる。どうですか、くままさん。形になってるよ、うん、そう、うん、まあまあだな。90点。あーはー、惜しかった。次はもうちょっとうまくいきたいね。そうだね、もうちょっとうまく作りたいね、うん、いい感じよ。これじゃあ俺はこの大きい方もらって帰るから。じゃあね、またね。またね。お、あんなとこに貼っつけてるし、何やってんの。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押しておいて。よろしく。あ、なんだこれ、新しい店できてる。へえ、面白そうなハンバーガーショップだな。入ってみよう。うん、ちょうどお腹空いてるし。やったー、楽しみ。ハンバーガー、ハンバーガー、やったやった。こんにちは、ハンバーガーください。いらっしゃいませ。ただいまキャンペーン中で、私たち
ットバルーンカメラ無料でハンバーガーを差し上げております。え、何？パドル？パドルもらえるの？え、何それ？面白そう。やるやる、やります。ありがとうございます。パドルの方法は無視ホップで早押しパドルです。わーお、無視ホップ大好き。どんな方法を使っても構いません。相手より早くプッシュポップをすべて押してください。わかりました、頑張ります。それでは覚悟はいいですね。よし、勝ちますよ。参ります。よっしゃ、レディーゴー。おりゃ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 、いいぞいいぞ、いい調子いい調子いい調子。もう店長お願いします。店長、おい、いけよ、いくぞ。なんだか全然わかんないけど、いいよ。ありがとう、ありがとう。よし、一緒にバトルだ。よし、よし、行こう。いらっしゃいませ。こんにちは。またあのバトルさせてください。今度は2人で挑戦します。あ、かまりました。どんな方法を使っても構いません。相手より早くプッシュポップを滑るのを教えてください。それでは覚悟はいいですね。今度は負けませんよ。レディーゴー。行くぞ。店長お願いします。店長、行くぞ。店長来た。ここで、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 おー、ありがとうございます。わあ、ハンバーガーと一緒になんかすごいものもらっちゃったね。いやー、勝ててよかった。早速もらったやつ開けてみようか。そうしよう、そうしよう。ハピアソートグミキャンディーズ、パーティー用のグミの詰め合わせ、美味しくて楽しいって書いてあるよ。なんでこの人たちは帽子かぶってんだろうね。帽子が好きなんじゃないの。開けてみようよ。うん、よし、じゃあ開けてみます。お願い。ここの部分から豪快にいきます。いけー、どりゃー。よっしゃー。おー、結構入ってる。おー、グミの海だ。グミの海、飛び込み飛び込み。はい、異常ありません。この漫画のキャラ可愛いよね。うん、ホットドッグさんとソフトクリームマン。あ、なんかスキーしてるね。それからサンドイッチの人。うん、ハンバーガーさんですね、これは。ハンバーガー食いてー。さあ、ホットドッグから開けていきましょうか。さあ、開けてくれ。お、ホットドッグらしくなってるね。へえ。似てる似てる。お、ウインナーの部分別々になってる。うん、いいね。これは本当にグミのホットドッグだ。小さいグミのホットドッグ。いただきます、いただきます。召し上がれ。うんうんうん、うん、うまい。どんどん開けていこう。サンドイッチさんも開封。うん、ほうほう、卵サンドかな。食べてくれ、食べてくれ、食べてくれ、食べてくれ。さあ、なぜかスキーをしているソフトクリームさんを開封していく。味はなんだろう、バニラかな。ほう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 、なるほどなるほどなるほど、ソフトクリームらしくなってるね。あ、思いついた。貸して、ちょっとちょっと貸して。はいはい。おや、でーん、かわいいかわいい、似てる似てる。ソフトクリームさんとおそろの帽子です。いいね、おしゃれ。サンタクロース帽子。最後のハンバーガー開けていこうか。なんかこれだけお砂糖まぶしてあるね。あ、わあ、かわいい。うん、わあ、かわいいグミバーガーだ。見て。まあまあ。わ、バラバラになっちゃった。おお、わあ、食べちゃおう。食べちゃおう。真ん中うまそう。うん、うん、甘いバンズですね。それくれ、それくれ。あ、むにゃ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 。おお、そんなガッツくな。ハンバーガーグミって美味しいよね。満足。ああ、今日も楽しかった。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押してね。また見てね。バイバイ。頭に乗せたまま退場。
よ。どうしよう。ああどうしよう、持って帰ってきちゃった。ついつい持って帰ってきちゃったけど、どうしようこれ、落とし物、誰かの目玉、どうしよう。ハロークママ、動画撮ろう。ああそれがさ、あのさ、うん、実はさ、あのね、あこれは探してたやつだよ。見つけてくれたんだ。え、手のひらの目玉だったの？え、嘘。あ、いやいや、これね、目玉のグミなんだよ。これ、あ、落ちちゃった。落ちちゃった。これね、目玉の形したグミなんだよ。あ、なんだ、本物かと思ったよ。本物の目玉だと思った。そう、でもね、目玉が飛び出すぐらい面白いこと今日はするよ。これ、スライムセットよ。スライムセットで今日は遊ぶんだ。ほら、おばちゃんも目飛び出してる。さあ、これで遊んでいくよ。これ何かっていうとね、おばちゃんがスライムをズボって吸い込むおもちゃなんだって。面白そうでしょ。かわいいおばちゃんの登場。スライムがちょっとだけ入ってるんだよ。ほら、緑だ。開けてみよう。おお、なるほどなるほど。クマちゃん可愛いね、可愛いね。クマちゃん可愛いらしいね。クマちゃん、クマちゃん、クマちゃん。ほら、箱に遊び方が書いてある。ブホーだって。よし、じゃあ吸い込むかやってみよう。あー、吸い込んだ。行くぞ、ブホー。出た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 。もう一回やってみよう。よく吸い込むね、よく吸い込むね。おばさんの次はおじさん。おじさんです。おじさん、メガネかけてるおじさんです。開封。わお、かわいい。おじさんもかわいいぞ。おじさん、あ、ピンク色じゃん。わ、いいスライムだね、これ。おばさん色白だね、こうやって見ると。美肌。スライム気持ちよさそう。いいスライムを同時にスポーン。全部は吸い切れなかった。全部は吸い切れなかった。さあ次、カラフルゼリー粘土。緑色です。これも綺麗な色だね。うん、いい感じ。さあ開封。どれどれ。カラフルゼリー粘土って書いてあるけど、これはちょっと固めのね、スライムなんだよ。触らせて。ほらほらほら、ほんとだ。気持ちいい。いくぞ。伸びるね。結構伸びるね、これ。うわうわー、気持ちいい。すごい気持ちよかった。わー、いいね。うわー、粘土みたいにも丸くなるね。青もいいね。こっちの方が好きかも。これ青めっちゃいい色じゃない。うわうわー、気持ちいい。超綺麗。すごい、これめっちゃ綺麗。超綺麗じゃん。うわ、すごい気持ちいい。これいいね。気持ちいいよ、すごい。伸びろ伸びろ伸びろ。見てこれ、ほら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 。下から見てた。どうですか、どうですか、どうですか。スライムってよく寝れそう。さあまだ開けるよ。今度はもうちょっと柔らかいスライム。ドロネーバです。緑色から開封。よいしょ。トロトロ、指入れてみよう。トルプルしてる。うわー、入ってた。うわー、いい気持ち。あー、気持ちいい。さあ、手のひらに出してみよう。おっと、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 元気がいいね。このスライムは元気。おっと、おっと、元気がいいね。元気がいいスライムです。おっと、元気がいい、元気がいい、元気が生きて可愛いね。わわわ、可愛い、可愛い。うん、可愛いね。うん、可愛い。スライムって面白いな。ピンクも開けてよ。よっしゃ、開封。ズボン。この指を入れる時がたまんない。いいね。綺麗なピンクだ。うん、出してみよう。うわー、いいね。おー、これもいい。柔らかいスライムもいいな。うん、あー、気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。最高。よし、じゃあ次はスライム自分たちで作っちゃおう。いいね。スライミーができちゃう。簡単に作れるスライムを作るセットです。お、さあこれに入っているこの透明の液と青い液を混ぜるとできるから。簡単だ。2個使ってやろうよ。よっしゃ。うん、なんか書いてある。なんか説明書にいろいろ書いてあるけど、うん、まあとにかく2つを混ぜ合わせればできるから。オッケー、気持ちいいスライム作ろう。
透明な液が PVA 溶液、青い液が放射溶液って書いてあるね。そうなんだ。うん、とにかくこの2つを混ぜよう。うん、よし、混ぜていくぞ。入れて、うん、さあ混ぜろ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 、結構すぐ固まる。ほんとだ、すぐ固まってきた。おー、うんうんうん、いい感じ。うん、気持ちいい気持ちいい。こんなにすぐ固まるんだね。パン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 叩いていく。よしよしよし、うわ、もうできてるじゃん。できたね。伸びるね。気持ちいい。伸びるね。あー、疲れが、疲れが消えていく。すごい綺麗。あー、ストレスが消えていくよ。あー、粘土みたいにもできる。あ、プル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 、あ、プル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 、気持ちいい。すごい伸びてるし、気持ちいい。面白い。大成功じゃん。スライムって最高だ。最高だね。プルプルだ。寝心地も最高。面白かったね。面白かった。よかったよ、スライム。ハマりそう、これ。絶対またやりたいね。あ、いいこと思いついた。え、いいこと思いついたよ。うん、準備 OK。 いいんだね、本当に。いいですよ、本当に。いいんだね。お願いします。いくよ、うん、ほら、どう、来てる、うん、来てる、すごい眺め、すごい眺め。うわー、来てる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 、うわー、来てる来てる来てる、すごいすごいすごい、ビロビロだって、うわー、すごいことになったよ。見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押しておいて。またね。バイバイ。ハロー YouTube、 今日も面白いことしていくよ。今日はうまくいくといいね。そうだね。うん、張り切っていこう。おー、今日使うのはこれです。おー、私の大大大好きな蜂蜜。蜂蜜か。これを使って韓国とかで大流行してるハニーゼリーを作ってみたいなと思っているのです。あれね、あのすごくカラフルなやつだろ、うん、綺麗に色がつくといいね。やってみよう。うん、行こう。はーい、うん、持ってきたよ。色素。あ、ありがとう。落ちた。これだ。これを使って色をつける。綺麗な色をつくとうまそうになるからね。食用、あれ、また落ちた。食用色素。この間アメちゃん作るときに使ったやつがまだあったから、うん、これが使えるよ。食べてもいい絵の具。これ楽しいよな。綺麗に色付けしていこうね。さあ、開封していこう。はい。個包装になってるの、これ便利だよね。うん。何本ぐらい入ってるのかな。結構入ってるね。数えてみよう。わあ、いい色だ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10本か。あ、10本か。うん。じゃあ10個色を選ぼう。そうだね。まずは赤でしょ。赤、青、青、それから黄緑もいるよな。黄緑、それから緑、普通の緑も入れておこう。緑、オレンジもどう。オレンジ、オレンジ、うん、ピンクもあったよ。お、ピンク。よし、それから黄色だね。黄色忘れちゃいけないよ。黄色、うん、はい、1,2,3,4,5,6,7 色か。うん、まだ選べる、まだいるよ。ここで黒はどうだ。あ、黒ダメ、黒ダメか。黒は白さそうだから。じゃあ水色、うん、うまそう。綺麗な色でいこうな。よし、これで10色だ。いいね。はい、OK。 よし、じゃあ色つけていこう。お願いします。1本目開封。これをねじると切れる。オッケー、これで開いた。あ、穴ちっちゃいな。爪楊枝なら入るかな。爪楊枝を使おう。爪楊枝、これで色をつけたいね。さあ、最初は水色いってみようかな。水色か。よし、ちょっとでいいんだよね。そう、ちょっとでいいんだよね。さあ、いきます。結構色つく。わあ、水色のつもりが結構真っ青になっちゃった。うん、なかなか奥までいかないから、やっぱり切ろう。溢れそう、うん、慎重に行こう。さあ、よし、オッケー。よしよし、よしよし、これだけ開けば、うん、うん、棒が入る。よしよし、棒でかき混ぜていく。あ、全部色ついたね。これで奥までちゃんと色がつくな、よしよしよし。青になったけど、まあいいや。よし、次行こう。赤いきます。赤いからね。うん、さあ、赤です。結構綺麗に染まるじゃん。はい、次の棒使ってください。ありがとうございます。どうもです。使わせていただきます。緑いきます。いけいけいけ、染まれ。めっちゃ
大丈夫。めっちゃ溢れてるよ。大丈夫です。グリーンの蜂蜜がめっちゃ溢れてる。ちょっとだけ漏れてます。うん、でも綺麗。さあ、でも漏れた分足りないね。補充します。 OK です。これでいいじゃないか。 OK。 さあ、これで最後だね。いや、結構大変だったな。それではこれを冷凍庫へ持って行って凍らせます。さあ、楽しみだ。おやすみなさい。また明日ね。明日は手袋をつけてやろうと思います。よし、ちょっと遊ぼう。 OK。 それでは私の得意のおまじない、まじないを見せちゃいます。どうなるどうなる。この何の変哲もないキーボードにまじないかけますると、おんにゃんにゃんちょ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 いさぷい。どうですか、プッシュポップになっちゃった。いや、その通りです。カラフルプッシュポップに変化しました。これは珍しいね。面白いでしょう。さあ、どんな感じの押し心地なのか試してみたいけど、さあ押してみてください。あれあれあれ、お尻じゃなくて指で押してみてください。あれあれあれ、ダメだ。全然押せないじゃんか。これはもうこのストローを使うしかないね。そうです、それを使ってください。しました。さあ、冷凍庫から取り出してきたよ。楽しみ。どうなってるか見てみよう。倒れない。最初は緑。いけー。よーっしゃー、できてます。いい感じです。とろーりとろりハニーゼリーできてますよ。舐めて舐めて。さあ、どうです。おー、やはりそうですか。さあ、青です。青もいい感じにできてます。これは成功と言えるでしょう。少しサイズは小さいですがね。さあ、赤もどれぐらい出るかな。おー、いい感じいい感じ。おー、いい感じいい感じ。さあ、ではでは、これだけたくさんのね量を出しましたので、作りましたので、一気にギュニュッと出してレインボーで、レインボーハニーゼリーをウニッとね出現させたいと思います。さあ、じゃあやってみよう。いくぞ。ドリアドリア、あ、あれあれ、ドリア、あめっちゃ綺麗な虹色になるはずだったんですけど、これはもったいないことしたな。一気にやんなきゃよかったね。こんなはずじゃなかったんですけど。まあ、いった、良くないんですけど、まあ、最終的にはぐちゃぐちゃになっちゃったけど大成功ということで。ぐちゃぐちゃなんですけど、ね、めちゃめちゃ、Oh my god。 どんまいどんまい、 Oh my god。 どんまいどんまい、色が汚くても蜂蜜には変わりないから。チャンネル登録お願いします。そうだね、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。